枯れた雰囲気になってくれるのを狙って、うんうん、採用することが多いです。なるほど、はい、分かりました。はい、ここを見ていただけると、はい、はい、分かりました。はい、これカットしよう。はい、はい、一級建築士で不動産コンサルティングマスター。はい、今日はここへ来ております。わかりますかね。すごい木の風合いがいい。でこれガレージですね。ビルトインガレージがついています。ビルトインガレージかっこいいですね。こんな外観になってます。はあ、いいですね。今日来たのはここなんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。菊池組の菊池さん。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここは、まあ、ここは住宅街として新しくこう区画された住宅街で、そうですね、昨年、うん、あの新しく造成されてこの家も、はい、昨年完成したところです。はい、このすのこ張りファサードラタンという張り方があるんですけれど、はい、隙間を開けて中の、防水、黒い防水シートが見えるような張り方になってますね。これ結構カラフルなやつもあったりしますよね。はい、赤いのか、あれかっこいいですよね。で、はい、ウッドロングエコー、はい、そうです、塗ってるという感じですね。はい、で、はい、木製の外壁の上が、これは何ですか、はい、このグレーな感じかっこいいですよね、雰囲気があって。あ、はい、これはですね、はい、ソリドと言われる、はんはん、ソリド、はい、外壁材、はんはんはん、素材ですね。あ、これ初めて見ましたね。無垢のセメント板で、はい、瓦だとかですね、うん、のようにあの3分の2ずつ重ねて貼っていくような貼り方をしています。なのでシーリングだとかがほとんど入らないですし、うんうんうん、無垢素材なんであの小口が見えても、傷がついてたりえぐれたりしても、風合いに なってくれるというか、エイジングが楽しめるような素材ですね。これは既製品であるってことなんですか。はい、はい、そうですね、あのケーミューというあの、はい、外壁とか屋根材作ってる会社 の、うんうん、あの商品ですね。なるほど、なるほど、はい、ここは風除室、まあ、風よけ室ですね。はい、はい、そうですね、はい、はあ、北国ならではというか。そうですね、やっぱり、はい、まあ、青森だと雪が結構積もるんですかね。はいはい、そうですね、この辺も結構積もります。うん、あ、はい、じゃあ失礼いたします。おー、失礼いたします。これは下駄箱ですか。はい、そうですね。どうやって開けんだろう。あ、押せば。そうです、そうです。はい、押せば。ね、あまり中もね、あの片付けてくれてたかもしれないですけれど、はい、あ、これは炭、はい、モルタルのモルタル仕上げって感じですかね。そうですね、はい、すごい磨きが綺麗ですね。あ、そうですかね、ありがとうございます。お客さんが、掃除して綺麗にしてくれたんだと思います。素晴らしいですね。はい、分かりました。じゃあ失礼いたします。はい、じゃあお邪魔いたします。はい、失礼します。まずはリビングからですね。はい、玄関入ってこう来るとリビングですね。うわ、明るいですね。玄関との間に建具がないんですね。はい、あ、実はあの玄関収納の上も、はい、あの抜けているので、頭は見えないけど声は聞こえるような。なるほど、なるほど。はい、なっています。はあ、かっこいい。これ真ん中にあるのはこう大黒柱的な。はい、でもここは耐震等級3なんですよね。はい、そうですね。はい、しかも積雪深度が深度って言うんでしたっけ。あ、設計積雪量が100センチ計算で耐震等級3にしてますね。あの地域としては130センチですけどれど、そうですよね、はい、1メーター行くとだってめちゃくちゃ重いから、多分普通の関東でやる耐震等級3を1メーターにすると耐震等級1になっちゃう。はい、それほど違うんですよね。そうですよね、はあ、で吹き抜けがあって、あ、明るい。
はい、でここは特徴的には、はい、UH はどれぐらいなんでしたっけ。 0.18 ですね、うん、UH は、はい、0.18 ですね、はい、ただ山地域、まあ、そうですね、山地域です。だからとても寒い地域ですよね、はいはい、0.18 か、はい、これ断熱の構成でいうと基礎は基礎断熱ですか。基礎は基礎断熱です、はい、うんうんうん、基礎の外側断熱、基礎外側、内側、内側両方、ど真下の全部ですね、はい、うんうんうん、はい、で壁はあの、はい、もちろんあの負荷断熱で、はい、ネオマフォーム 100mm を負荷断熱にして、はい、重点は、高性能グラスウールを 28kg 105mm ですね。ははははは。でなのであの意外と構成シンプルで、うんうんうん、グラスウールで300とかあの350とか入れるよりはシンプルにあの壁の性能を確保できているかなと思います。驚くべきことは、はい、さっきちょっと聞いたんですけど、はい、天井、はい、天井は6ウール820ミリ入ってます2階の天井はですね、はい、すごいですね、6ウール820ミリ、それは吹き込み、そうです、ブローイングですね、はい、ブローイングです、はい、引けるんだ、吹けるんだ、そうですね、そうですね、あの壁を作っていくような感じですね。どんどん壁から逃げていくようなあの感じで施工してもらいましたけれど、あの天井空間に天井にもう潜れちゃいますもんね。そうですね、はい、そうなんですよ。シーチは 0.1 ってこの前昨日言ってましたね。そうですね、 0.1 でした、はい、もう完璧ですよね。これパッシブハウス認定は取らなかったって言われて、この地域だとこれでもパッシブハウス認定にはならないんですよね、うん、これ場所はあれなんですかね、はい、方位が良くなかった。いや方位はあの、うん、まあ、そこそこ36、7度振れなんですけど、うんうんうん、やっぱりですね、はい、この地域だと、はい、なかなかあの国産の窓の取得だと厳しいとかあったり、うん、しますよね、これはサッシは APW430 430プラスですね、プラスあれですね、ここだけあの430プラスじゃなくてスライドなんで、ここはペアガラス入ってますけど、それに内窓はつけてる感じです。あの木製の内窓ですね。なんかここだけで30分以上かかっちゃいそうな感じですけど床が、はい、床は床材はこれは多くかな、はい、あ、そうです、多くですね、はい、でこうご覧の通り、やっぱスリットが開いてるってことは、はい、床下暖房を使う、はい、床下エアコンの吹き出し口になってますね、はい、はあ、さらにこれですね、はい、これが快感エアコンという形 で、はい、で小屋裏は特になくて、はい、快感に入れてるって感じですかね、はい、なるほど。またキッチンが、これは作りかな。あ、そうです、はい、あ、そうなんですよ。すごい、かっこいい。このデザインも菊池さんがやったんですか。はい、はい、そうですね。すごいな、デザイナーですね。いえいえ、あの組み合わせてるだけですから、はい、もうかっこいいですもんね。いえいえ、おしゃれ系ですねあの青森県のブナ材を使って、青森県で作ってるブナコっていう、ね、ブナコって言うんだ、はい、へえ、そうなんですよ。コブソンかと思った。あのブナをテープ状にして、はい、でそれをこうあのなんて言うんでしょうね、ろくろみたいな感じにこうあのなんて言うんですかね、はい、巻きつけてる。はあ、はい、照明もまたいいですね、照明計画。ありがとうございます、これもよく使うんですけど、あのただの本当のモーガルソケット、はあはあ、あの陶器の、ソケットですよね。で、これ出た、はい、出ましたね、これ。ああ、はい、ありがとうございます、エコハウス大賞来ましたね、どこ行ってもこれがあるんですよね最近優秀賞ですね、はい、そうですね、あの最優秀になれなかったまあまた、あ、でももうないんだよね。もうないです、はい、ね、そうなんです、はい、すげえよな、ここに床下エアコンがあるんだ。はい、はい、そうですね、なるほど。これは壁掛け新住居方式だな。そうですね、あのただあの全部入れちゃうんじゃなくて、はい、吸い込み口は、うん、あの地上に出すし、うん、あの土台より上から外に抜く感じにしてますね。なるほど、なるほど、これぐらいの高さの方がいいですよね、はい、メンテナンスしやすくて、ね、はい、そうですね。かえってあのフィルターの掃除は、うん、普通の家の壁掛けエアコンの高さにあるよりもしやすいですしね、うん、なるほど、掃除機であの簡単に吸えちゃえるんで。あ、
でここが脱衣洗面室で、はいはい、お風呂がまたこれハーフユニットですね。はい、そうですね。あ、ヒバですか、これ。あ、そうですそうです、地域の木なんで。やっぱりヒバですか。はい、そうなんですよ。おお、レインシャワー、羨ましい、いい匂いがしますね、すごい。はあ。で、この壁紙がちょっと特徴的なのかな。はい、はい、あの紙クロスの上に塗装してるんですけど、はいはい、塗料がこの、青森県にある陸奥湾っていう海ですね、陸奥湾産のホタテの加工残渣、貝殻を使った塗料を、であの塗装をしている感じです。はい、すごい。紙クロス自体はオガファーザーですね。はあ、はい、じゃあちょっと2階を見させていただいて、はい、先に行っていいですか。はい、どうぞ。うん、2階ですね、はい、ああすごい、これが開館、はい、そうですね、エアコン、はい、の吹き出し口ですね、はい、これは逆に言うと、はい、夏はどうされるんですか。夏はあの、うん、2階に、あるこのこれ今外しちゃうかな、ブースターファン、はい、これがをあの上にですね、あのあ、こっちから空気が吸い込まれて上に吹き出されるので、シロッコファンみたいになってんだ。であの、うん、1階へはそんなに、うん、あの、冷房用としてはファンがなくても、はい、あの自然にあの天井輻射冷房で温まってくれるようなイメージですね。その先は吹き抜けですかね。はい、はい、さっきのリビングの吹き抜けの上につながってますね。はあ、なるほど。おー、いいですね。この天井は透かしてあるんですね。そうですね、これも地域産の材料を、ね、使っています。で、やっぱり住宅街でそれほど、あの、そんなに窓完全に開けられないことも多くて、はい、で2階のこの、吹き抜けを返して、うん、リビングもあの常に明かりを取れるかなっていうところですよね。で、サッシがこれはちょっと驚くべき構成になっているんですけど、APW430 プラスに内窓ですね、はい、内窓のペアガラス、はい、ペアガラスなのでガラス5枚ですね。はい、すごいです。これ別に標準の標準仕様っていうのは自社であるんですか。430プラスが多くて、はい、430も使うよっていう感じですけれど、うん、エアコンとしては、はい、床下エアコン、あれは何畳用がついてるんですかね。2.8 キロなんで80畳用かな、あの寒冷地用の 2.8 キロですね。でもあのヒーターがついてないとドレンが凍っちゃうんで、はい、一応で開館エアコンは同じです。それはどこについてるんですか。あ、はい、開館エアコンは、はい、あ、主寝室なんですけど、ここなんです。床下エアコンとほぼ同じ構成になってるんですね、はい、あ、そうですそうです、はい、これですね、ちっちゃ、はい、これも8畳用ぐらいですかね。これ同じですね、あの、うん、同じものをつけました。なるほど、はい、で、まあ、でも、こっちは冷房専用って感じで、はい、床下エアコンはもちろん暖房専用って感じになりますね。 あとは気になるのは換気かな。はい、換気、あ、ありますね、ここにね。あ、はい、これは換気っていうかですね、はい、カウンターアローファン、ご存知でしょうかね。あ、なるほど、床下に持っていくやつですね。はい、はい、そうですね、はい、これ、うん、一応メンテナンスできるように扉つけてますけど、なるほど、なるほど、循環させるんですね。そうです、そうです。上下温度差を小さくするために、うん、まあ、音結構大きいんですけど、うん、大きい割にあの弱で100リューベとかでしたっけね、うん、強で200リューベ、うん、もうあの結構冷房つけてない時期だとかに、うん、これだけでどうにかなることも多いよって言ってくれています。なるほど、なるほど、はい、で、はい、メインの換気は何を使われてるんですか。メインはですね、ここはロー、はい、ローヤル電機の SE200 なんですけど、はい、あのやっぱり脚立かけなきゃいけないと、はい、あのメンテナンスしなくなっちゃうんで。なるほど、なるほど、そうですね、そうですね、これだったらメンテナンスしやすいですし、うんうんうん、天井点検口だとなかなか、はい、将来的に交換するのも大変なんですけど、うんうん、床下点検口で600開口があると、はい、あの阻止
サイズよりも開口が大きく開くので、うん、あのメーカーとしては素子の交換可能だよと言ってはくれていますね、うん、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいですね、この吹き抜けの空間、かっこいい。ありがとうございます。ああこの、はい、なんていうのかな、私いつも、はい、高気密系の住宅いつも行ってるので、はいはい、この響き、はい、反響にすごい今こだわりがあるんです、はい、ああそうですか。何かこだわりってないですか、ね、反響、反響にこだわり反響あのしすぎるなって言われることが多いので、うん、なのであんまり反響しなきゃいいなとは思ってはいるんですけど、うんうんうん、それに向けて特別あの、何か吸音する素材を使ったりは今のところは必要ないですけど、ね、でもあの天井も吸音してますよね、多少でしょうね。あのそれを目指してやってるのかな、あの中にインシュレーションボードを入れたら結構違うと思うんですけど、うん、今設計してる案件ではそれをやろうかなって、うん、ピアノがある家なんで思ってるんですけれど、反響すごいとこたまにあるって言えないんですけど、はい、これは別に私の動画で出てないところで、そうこれ暮らしたくないよなというところはあります。でいきなりなんですけどね、はい、まずは菊池組さんの会社の紹介と、はい、はい、菊池さんの自己紹介をお願いいたします。はい、はい、青森県むつ市というところで工務店をしています、はい、菊池組の菊池と申します、うん、施工範囲は会社から車で30分ぐらいなんで、これを見ている 99.9% の人は施工、うん、ね、範囲以外かとは思います。いやいや、でもこの施工範囲に入った方は本当に幸せですよね、はい、そんな恐縮ですね、うん、はい、年間棟数は6棟ぐらいしかできていないんですけれど、うん、創業でどれぐらいなんですか。創業は何代目、160年ぐらいで、今の社長が5代ぐらいですかね、うん、まあ、菊池組さんは今年間6棟ぐらいということで、はい、ただもう3年待ちだそうなんです。これはどういう、はい、まあ、集客の仕方とか、まあ、これ、まあ、プロの方も見てるかなと思うんですけども、はい、なぜそんなに人気が出たっていうのは、いや人気がを出してるつもりはないんですけれど、あの別にで募集もしてないので、広告だとか特別そのなんだろう集客頑張るようなことはしてないんですけど、真面目に家を作っていたらこうなったっていうかですね。すごいですね、3年待ちっていうのは、はい、3年後に完成するってこと。今は3年後に設計が始まるぐらいですね、はい、あのね私は設計始めるの、はい、あの来年中できますから、はい、すごいですね、はい、まあ、逆に言うと、まあ、はい、そういういい地域工務店、こうやっていつも、はい、あの取材するたびに思うんですけども、はい、皆さんめちゃくちゃ忙しいんですよ、はい、うん、で、まあ、2年待ちとかも普通な感じになっていて、はい、私は待たないんですからで、あのやっぱり足りないんだろうなと思うんです、で、結局そこに建てられない方がハウスメーカーで建てられてしまうんですよ、でこれが私はもういかんともした嫌な感じになっていて、新しくこれから建てる家がどんどん資産価値を持たない、ダメな家を作っていくっていう状態を早く避けないと、はい、まあ、実は工務店って新築を作るよりは今後リノベルとか、はい、リモデルとか、はいはい、リノベーションっていう形 の、うん、あの永然っていう生き方が本来の、はい、まあ、海外でいうと本来の生き方なんですよね、はい、でそうなっていかなければいけないのにずっと新築作り続けないといけない、はい、うん、そうですね、まあ、それはそれで仕事としていいってきっと見てる方は思うかもしれないですけど、うん、あの逆にそれは買う方がずっと損しているっていう話なんですよ。はい、はい、そうですね。で、まあ、年間6棟、はい、もっと増やしませんか。いえいえ、それはあの、そうです、今が限界なんで減らして今ぐらいなんですけれど、うん、どんどんやっぱり一つ一つの工事が難しくなって、うん、設計も工事も難しくなっていってるので、うん、手に負えないんですよね、うん逆に例えばその同じ地域の工務店さんを支援するとかっていう、はいはい、そういう、もしくは全国支援をするみたいな野望みたいなのないですか。いや 僕がたまたまこの田舎の地域だから、うん、あのこういう状況に至れているんですけれども、う
なので、まあ、僕、一人というか、うん、一社の力では小さいですけれど、うん、全国のみんなと、ね、うん、あれですよね、その仲間ってみんな忙しいじゃないですか、うん、忙しい、みんなやっぱり忙しくて、うん、そういう人たちってやっぱりいい家作ってるから忙しいと思うんですけど、うん、なのでそういうところがもっと増えていけるような活動みたいなのができたら、うん、面白いなとは思いますけれどね。はい、そういうところでじゃあ力を注いでいって、うん、はい、はい、まあ、私の目標というか YouTube でいつもやってるのは、はい、住宅が資産価値が持たせることが重要というところで言うと、はいはい、本当に申し訳ないんですけど、はい、全国規模のハウスメーカーが、はい、あれだけお金を、うん、お金というか、費用かかって、うん、生涯かけて返していくわけじゃないですか、うん、命をかけて建てるのに、それが、ね、資産価値を持たないというのは悲しいことで、国が疲弊していて、ひいては僕ら、うん、や僕ら の、うん、子供たちの代までそれが、うん、結局害を与えるじゃないかなと思うんですよね。なんでどれぐらいのスパンを考えてます？家としては持たす、自分が作った家として、自分が家を持たすのは、本人というかその建物を使う人が持たす気になれば、うん、100年でも持つと思って作ってはいますよ。そうですね、持たすのをやめた時に持たなくなるんじゃないかなと思いますけれどね。軸組みの場合ってやっぱりその誰でも手を入れられるじゃないですか、うん、まあ、軸組みに限らず 2x4 でも、うん、型式適合認定 の、 その、ユニット工法とかプレハブ工法みたいなものって、うん、その会社しか触れないみたいなところあると思うんですけど、うん、なので手をかけてまで建物を命を伸ばしてあげる価値がある建物になっているかっていうところですよね。そもそもその、ね、プレハブとか、はい、その型式っていうところを使っちゃうと、はいはいはい、もうそれ自体終わっちゃうじゃないですか。なんで気がつかないんだろう、うん、そろそろこれをちゃんと言っていこうかなと思ってて、はい、ずっと言わなかったんですけど、はい、そろそろ逆にそれ菊池さんに、はいはい、迷惑かけちゃうとまずいから、はい、これ後で切るかもしれないですけど、はい、あ、いいですよ、どうぞどうぞ、はい、そうするとじゃあ結局建てられないんだ、うん、じゃあ中古市場はどうだって言ったら、やっぱり今中古市場が全然ダメでしょ、うん、そうどうするの、うん、そこら辺なんとか一緒にしたい、そうですね、活動をしていきたい、はい、その中には、はい、設計者の、はい、設計者の育成も大事なんです、そうですね、だって、はい、普通の設計者ってビル建ててたり、はい、木造でもまあ確認取るだけとかっていう設計者もいるけど、はい、うん、じゃあこういう日射取得とか、はい、日射遮蔽、温熱、はい、構造計算、はい、一般的に木造の住宅やるんだったら全部できなければおかしいでしょっていつも言ってるんですよ、はい、どう思います？住宅は本当にそうですよね、うん、全部できないとないよね。それでかつ美しくて愛されないと、うん、さっき言いましたけれど、愛されてるからこそ何十年を経ても、うん、直して住み継いでいきたいと思うわけで、そうですね、うん、あれですよね、今自宅を設計中というか、はいはい、これから施工するのか、はい、そうですね、年内着工予定というか、うん、を目指す感じですかね。3年待ったんですね。いや、僕の時は2年でしたけど、3年になったのは今年になってからですね。はい、それはそこはちゃんと置いとかないといけないですけど、あれですかね、まあ、一番北にある新築パシフィックブルーハウスの認定を目指すって、はい、そうですね、新築の中では、うん、今秋田とか、うん、岩手まではありますけど、うんうん、青森がないので、青森、北海道って新築はないので、そこを目指していく感じです。そうですね。だからパシフハウスでの肝って、はいはい、いつも思うんだけれども、はい、冬の日射取得、はい、そうですね、じゃないですか。はい、だからそれからすると、はい、冬こう結構曇りが多い、はい、秋田とか、はい、日本海側とか、はいはい、青森もそうだけど、はい、厳しいでしょう、はい、厳しいですね。まあ、認定に関してはここはムーツっていうこの、うん、ピンポイントの地域じゃなくて青森市の気象台ということになるんですけど、うん、まあ、秋田もそうですけど、うん、パッシブハウスレベルの建物
になってくると、パッシブハウスレベルの取得、パッシブハウスレベルの断熱ってなると、札幌よりも厳しいですね。札幌よりもかなり厳しいですね、青森秋田というのは。なので、苦労しているところですけれど、はい、それはやっぱ土地の選定から入ったって感じですか、パッシブ向きである。あ、いや、土地の選定は、まあ、まあもちろん入ったって言えば入ったんですかね、できるかどうかっていう、もともとそこに建てようと思ったところでできるかどうかは、精査して。なるほど、はい、そうですね。はあ、まあ、あとは菊池さんが今後目指すところ、はい、何かあれば。はい、そうですね、私自身がというかですけど、はい、うん、やっぱり、うん、各地域、まあ、各地域っていうのは綺麗事かもしれないですけど、うん、まあ、本当は自分の地域だとか、うん、自分の、子孫の世代まで、この地域が幸せでいてほしいと思うんですよね。うん、ほっといたらどんどん疲弊して縮小して縮む社会の中で埋もれてしまうっていうか、ね、社会が、地域社会が維持できなくなっていってしまうので、なので、そこを強くするために、本当、各全国各地域の工務店が頑張らないとと思うんです。いろんな意味でですよね。地域から結局キャッシュアウトしないような仕組み作り、ね、だからもうみんなでこうやっぱりこう輪になっていけるといいですよね。はい、そうですね、その技術をどんどん、はい、みんなにこう伝達しながらみたいな、はい、そうですね、分かりました。はい、じゃあ最後にですね、はい、いつもこれは皆さんに聞いてるんですけども、はい、次回、はい、私が行きたいっていうか、はい、行ってほしい、はい、もしくは推薦したい、はい、もしくは行くべきだっていうような工務店さんがあったら教えてほしいんですけど、はい、僕も、無茶ぶりで、アスナロ関与さん、大鳥建設森さんと来て、無茶ぶりで私来たところですので、いやいやいや、僕も無茶ぶりで、確認してないんですけれど、多分行っていいと言ってくれると思います。秋田県能代市の池田建築店、池田さん、はい、女子です。はあ、すごいですね。はい、はい、その方の特徴で言うと、パシバハウスジャパン、パシバハウスジャパンで新住居ですね。はい、はい、秋田県産の気遣いを、がすごくって、まあ、断熱もりもり女子ですね。なるほど、はい、じゃあぜひ行きますか。はいはい、すいません、池田さん無茶ぶりでしたけれど、池田さん行きます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はいはい、どうもこちらこそどうもありがとうございました。はい、まあ、この動画が良かったら高評価ください。で、チャンネル登録もぜひしてください。YouTube はやらないんですか？今のところはやる予定ないです。やりましょう。じゃあ後で教えてください。はい、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。